大熊川トラス橋は、首都高速神奈川7号横浜北線が、鶴見川の支流を渡る、全長158メートルの橋梁である。上下2層構造の探検官のトラス橋としては、日本最長であり、2015年度の土木学会、田中賞を受賞している。首都高速横浜北線は、岸谷生麦で入り口と、新横浜で入り口の間が、横浜北トンネル、 新横浜出入り口と横浜港北ジャンクションの間は、鶴見川砂岩を走る高架構造となる。高架部分では、鶴見川砂岩に大熊川と江川の2本の小規模な支流が合流する。この大熊川が、横浜市港北区日波町と続き区川向かい町の境となる。河川への影響、及び気象生物への影響を最小限にするため、大熊川と江川を渡る部分には、 単純港トラス橋構造が採用された。上下線が平行するトンネル部から上段が生麦方面、下段が港北方面の二層構造に移行する区間にあたり、新横浜出入口の分流、合流車線があることから、生麦方面に向かい下り勾配となるとともに、手賀前間隔が拡幅する特殊な形状となる。元橋は2015年度に土木学会、田中賞を受賞。 新横浜公園から見た大熊川トラス橋の景観は横浜市による横浜人町デザイン賞町並み景観部門を受賞した。216ブロックからなる鉱材は大阪府堺市と千葉県富津市の工場で製作され、江北側の作業工大で組み立てられた。2013年2月25日から3月2日にかけてここから生麦川に 構築済みのトラスに向けて110メートル移動させる送り出し仮設工法が実施された。近接する川向かいポンプ場と間隔を取るため、一旦本来の位置よりずらした方向に送り出され、その水平方向に二度回転させて生麦側に連結した。送り出し仮設工法により、河川内にクレーンを設置する必要がなく、河川内の仮設具位の本数を減らせる利点がある。 2016年には、協梁名が、大熊川トラス橋と命名された。南東側より、左手奥が横浜港北 JCT 方面。大熊川の対岸、橋の右手に見えるのが、川向かいポンプ場。近接していることが読み取れる。ありがとうございます。